どうも、花です。今日はね、屋外の詰まりっていうことなので、久々になんかこう、戸建てさんで屋外が詰まってるってことなので、やっていきます。まあね、屋外詰まりで、なんかトイレが流れないとか、そういった感じなので、まあ、つなりの、ちょっとしたペーパーとかおむつとか、こう、一緒くたになって、詰まっちゃってるっていう感じなので、作業的には多分一瞬で終わるんじゃないかなとは思います。まあ、ただね、そういう詰まりもあるよ、みたいな動画で、収められたらなと思いますんで、ちょっとこれからやっていきます。じゃあ、現場、行ってきます。あ、ツイッターやってるんで、よかったら、フォローお願いします。久しぶりに一本にまとめてみたんで、皆さんお付き合いよろしくお願いします。じゃあ、いつも通り、通水確認からやっていきますね。今回は、トイレの詰まりということなので、トイレの様子を見ていきます。現場着いた時に、もうトイレの風水がなくなりかけてたんですよね。風水ってこの溜まってる水のことなんですけど、とりあえずトイレは流れるってことだったので、その流れ方のチェックをやっていきますね。まあ実際にこう流す前にあらかた下調べやってるんですけど、まあそこはね、ちょっとごめんなさい。大人の都合ということで。流れるは流れるけど、風水の戻りがちょっと悪いなーっていうところですね。屋外詰まりなので、外の排水マスの様子を見ていきます。でね、この時分かんなかったのが、その宅地の最終マスが分かんなくて、こっちに繋がってるんじゃないかなーと思って、道路から歩いて、一番近い排水マス確認してって感じですね。この白っぽいのがあれなんですよね、溢れた形跡というかペーパーがこう散った感じなんですよね。で実際に見てみると並々と排水が溜まってますよね。まあよくこんな状況でトイレ流れてたなーっていうのが正直な感想です。念のためこれの上手のマス、上流のマスをテクテクと歩いて探しています。上流のマスはすぐ見つかりましたね。上流なだけあって、まあ、水かさは減ってはいるけど溜まってますね。でさっきのマスのまた上流方向へ歩いて蓋開けて、ここまで来るともうほとんど水が溜まってない感じですね。また上流方向へ歩いてって、ここも蓋にペーパーがついてる跡ありますよね。ただここもね、案の定もう水かさというか水は溜まってないので大丈夫そうですよね。とりあえず状況分かったんで、今日使うちょっと機材の紹介できればと思います。どれ使おうかちょっと悩んで、これは缶全体を簡単に清掃できるやつですね。これはチェーンがくる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 回って硬いものを砕くときに使えるやつです。これは一点集中型のヘッドですね。これは前方にも水がピューって出せるやつですね。今回は上手からしか高圧洗浄できそうにないので、前方噴射のやつが役立つと思ってこれにします。どんな感じに水が出るかお見せできればと思います。とりあえずくる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 とねじ込んであげて水を出していきたいと思います。本来ならしっかり締め込んであげないといけないんですけど、とりあえずこれで見ていただければと思います。こんな感じで後ろと前に水がバーッと出てる感じです。この時鼻だけびしょびしょになったって感じです。ごめんなさい、もうちょっとだけしっかり見せれるようにします。今ちょろちょろなんですけど、この頭からピューって出てるのを見ていただければっていう感じですね。下手に入れていくときにこの頭から水が出てると役立つんですよね。この時はね、すぐ終わると思ってたんですよね。まあ多分比較的すぐ抜けてくれるかなと思います。この先端からこう水がブワッと出るので、それで詰まりを壊していくって感じです。さっきのヘッドの話の続きなんですけど、高圧洗浄って基本的に進行方向と逆の向きに水がブワッと出てくるんですよね。なので詰まりに対して下から攻めれる分には通常のヘッドが一番効率が良かったりするんですけど、今日みたいな、まあ、明らかなこのペーパーオブツ系の詰まりであれば、あの前方から出てくる方がめちゃめちゃ効率が良かったりするんですよね。詰まってる方に水をかき出してくるか、詰まってない方に水を押し出すか、その違いになってくるので前方噴射を選んでる感じですね。
この時ね結構水面が波打ってるから溢れちゃうかなと思ってちょっとおっかなびっくりでやってる感じですね。まあ一度溢れてるは溢れてるんですけど、まあ溢れさせない方が掃除の手間一工程減るので溢れさせないようにやってる感じです。道路までね5メートルぐらいのはずなんだけど、ワイヤーがねずーっとスル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 入っていくから、これもこれで怖いんですよね。何かの間違いでねお部屋うちにワイヤーが入っちゃってお部屋水浸しっていうこともなくもないので、かなり慎重にワイヤー入れてってる感じです。なんか多分あっちに同じ排水マスみたいのがあると思うんですよね。多分19メートルぐらい入れてるんですよこれ。なんだろうな、とりあえず抜けてくれたので、まあ水流しながらワイヤーを回収してます。この時考えてるのは、まあさっき言った19メートル、18メートルぐらいで、詰まりが抜けてるので、隠れマスが絶対にいると思って、これから探さないとっていう感じですね。ではではでは、本日のメインイベントのマス探しですね。これがこっちに来てるってなると、そう薄いです。それ薄いって書いてある。雨、ね。あ、本当だ雨だね。まああとは多分ここが端なので、でこのラインで来てる。さすがにこのラインではない。なるとこっち側に何か。だってこれがこれなんですよ、この芝生も。ちょっと内視鏡入れて場所を見ますか。多分ここに1個とあと外に向かっての1個があると思うんですよね。ああそうですか。で19メーターとかなので19、18、まあ17から18メートルぐらいで詰まってたので、あてなるとそっちから見た方がちょっと反対回っちゃいますね、はい、さっきと正反対だよな。根っこが怪しい。めっちゃかっこいいんだけど、ってなるとこのラインだよな。やっぱ怪しいのはこのラインかな。ちょっとねネタバレになっちゃうんですけど、まあまあいい線の考え方できてましたね。ワイヤーの入れたメーター数からご自宅の敷地を見ると、ざっくり考えてももうこの辺しかないっていう場所をピンポイントで当ててますね。この時ねお客様も一緒になって探していただいてるっていう感じです。あ、どっちも火が漏れないとこがあるね。これ大きいやつ。あー、これは劇的に怪しいです。これなんだ。お父さんこれそっち。ちょっと土を私抜けますね。あ、はい。あのいっぱいあるんで大丈夫ですよ。あ、すいません。ってなるとまあこれを開けてみてだな。ちょっとバール持ってきます。この時ね、花ここのマスになってバール取りに行ってる感じです。すいません、ちょっと手出さない。あ、ごめんなさい。はい、大丈夫です、大丈夫です。すいません。
下すると根っこが入り込んでる可能性も、結構この植栽系で悪さしちゃってるっていうのが大きいっすね。ねえ、なんか邪魔だとずっと思ってるんですけど、まあ、ちょっと開けてみての楽しみな感じはありますね。見てな、本当に全貌が。じゃあちょっと開けてみますね。はい、ごめんなさい、写真、はい、ちょっとこうだけ切らしてください。あ、はい、もしこれ以上切った方が良ければ。ちょっと開けてみてどうなるか。ちょっと音鳴りますよ。マンホールはね、叩くとき土を叩くようにしてくださいね。真ん中を叩いたりすると劣化してるとね、バーンって穴開いたりします。うん、ちょっとずつ開いてきましたね。邪魔ですね、切ります。いきますね。ちょっと接っちゃってますね。あ、なんか開けたらお水系の結構匂いが溜まってますね。で、ちょっとであればこれをちょっと隙間にいいですかね。よいしょ、はい、ありがとうございます。これをちょっと危ないんですけど手で、よいしょ、ちょっとこのここ見ていただくことできます。はい、話していただいて大丈夫ですよ。はい、はい、よいしょ。あの、本当このピョンって出てるあれだけで多分いけると思います。よいしょ、多分いい感じです。まあ、これでやってみますか。うん、ありがとうございます。お、ブワンといった。うわぁ、ちょっと待ってくださいね。あ、いいですよ、ちょっと手離していただいていいですか。余談なんですけど、マンホール開けるときは基本的に一人の方がいいです。私たちでも一番怪我しやすいポイントの一つですね。これはすごい。これ全部根っこです。これは過去最大だ。なんだこれ、とかですね。すごいですね。そうですね。なので多分こうぐるっと回って18ぐらいメーターぐらいがちょうどこの辺りだったので、逆によく高圧で抜けたなと思いますね、これは。まああと、あのやばい根っこなので、やばくねえか。まあちょっと、あのコンクリートなので、これがこうなんて言うんでしょう、20センチの段みたいなのを積み重ねてこう作ってあるので、その段の隙間はあのなんかモルタルとかで埋めてるだけなので、年数が経つとひび割れて入っちゃうとか、純粋にね、このパワーだけで。そうです。それから予防するのはどのように。まずは根っこ除去と、時々開けて、開けてできれば、そうですね、完全な直しってなると植栽をってなっちゃうんですよね。たださすがにこれだけご立派なので、私がご提案できるのは、まあそんな多分数ヶ月とかでこんなになることはまずないと思うので、定期的に見て切ってあげる。入れていただいて、はい、こう来たってことですか。おそらく来てるはずです。もうさすがにこの状況なんで、ここまでワイヤ届かないと詰まりは抜けない。すごい立派。マンホールがこれだけ大きいのも、ご自宅にあるっていうのも最近なかなかやってなかったので。そうですね。じゃあ詰まり抜けたんで帰りますっつって、多分1週間もしないうちにまた溜まり出して感じになっちゃいます。これは
本当だ。太いのもなくない？もうちょっと。ちょっと切るような作業をしていきますね。あ、すごいこれ。ここからはね、汚水系と虫が結構出てくるので閲覧注意でお願いします。じゃなくて、これはもうオブスとペーパーですよね。こんな感じですよね、やっぱ隙間から出ちゃって。あ、これ下の内側から出てるってことですか、入ってきて。あと下のこの辺はどうしてもこのコンクリートと塩ビ管の隙間ができちゃうんですよ、年数経つと。で入ってきちゃうんじゃないかなと思うんですよね。よいしょ。あ、こっち行ってんだ。え、大丈夫ですか、ここの方使っちゃって。もうね、洗えばいいか。お父さんこれ。私は大丈夫ですか。あ、すごいわ。そうなんですよ。ちょっと、なんかすごい。なので、崩しちゃって、それは多分私の仕事なんです。あ、ちょっとそうだよ。いいですいいです、変わります。うわ、なんかすごいなこれは。あ、やりますよ。じゃあ変わりますね。いきます。はい。まあちょっとトングを使わせていただきます。ここまで詰まったのは初めてですか。そうですね。築何年ぐらいでいらっしゃいました。19でここか。とんでもないです、とんでもないです。根っこが原因だからこれだけ止まっちゃったってことですね。そうですね、根っこがなければ普通に流れる。根っこがなければ多分今の状態で、あ、ただこの曲がった先にまた何のマスがあるかによるんですけど、同じようなコンクリートのマスであれば根っこがいるかもしれないです。根っこは取り終わったので、細かいペーパーオブスは水で流しちゃってますね。これがまあ元々の、はい、まあ、微妙にちょっと根っこは出てるんですけど、またこれが年数が経つと、さっきのような1年に1回ぐらいは行った方が。でもそうですね、経過観察して、1年でもこの下に行ってないとか。あ、けどここラッキーですね。あ、まあ、あの先ほど私がちょっと申し上げたここの隙間、そんなに履いてるっぽくないので、よくここのここがコンクリートでこれが塩ビの管なんですけど、そこが欠けて根っこが入ることもかなり多いので、その形跡っていうよりかはやっぱこのコンクリートの継ぎ目、これが1段目2段目で上に3段目があるっていう感じなので、その段々の継ぎ目ですよね。これは一番太いですよね、ここが。これはこいつができてしまうのか。
ていればこう入ってこないと思うんですけれど、あ、はい、施工の時に、はい、今も、もう作り自体がなんかこれがもうベースなんですよね。ある程度仕方ない。木を植えないってことですよね。そうですそうです。マンホール近くに。で考えなかったもんね。ヒバ系だから強いんだよ。むしろこれを隠したかったって。木とか高いたりして。まあ、元々ね、これを植えるってことで、これコニファーって言ったらこれ持ってきて。まだあっち一番最初私が施工してた方。の方が根っこは入りにくいんですけども、やっぱビニール素材といえど隙間は あるはあるので、そこから入ってきやすかったり、コンクリートが一番入ってきやすいですよ。そこのところは全く大丈夫というと、ここだけで、そこと、あとこっちに多分マスあると思うんですよ。今ゴロゴロと流した音が聞こえるので、1階の通りからだと多分二十何メートルあるんで、一発だと多分ペーパー流れてこないと思うんですよ。あ、来た来た。あ、これ溜まってたあれですね、ペーパーとかが。ただこの塊が流れてくるってことは、少なくともあの塊分の塊分の隙間はある。あ、多分の線の足がついてる、あの辺にも曲がりがあるはずなんですよ。あ、2発目多分トロトロっとペーパー来たので、あ、来た来た来た。とりあえずは大丈夫そう。ただ明るいうちに排水マスは見つけておきたいんで、マス探ししますね。暗くなっちゃうとマス探すのすごい大変になっちゃうので、明るいうちに探しちゃいます。ここがこのマンホールの これですね、うん、しっかり大きなマスだな。根っこさえ生えてくれなければ見れるだけで多分大丈夫なんですよね。よいしょ、お、いいですね。中は見えますか？はい、全然大丈夫ですね。根っこがないので、こっちは大丈夫そうですね。って、はい、なると、これがまっすぐ行った先と、さっき私がワイヤー入れたところの対角線上にありますね、この感じですと。対角線上だから、あ、ちょうどこの木のセンターが目印で、あ、あった、これだ、あった、あ、これか、あ、近くにありましたね、すいません。よいしょ、よかったよかった。ちょうど対角線上ですもんね。これもなんか蓋飛びかけてましたね。まあ、ここも根っこはないのでよかったですね。縁まで上がっている形跡はありますね。上に白いのが見えるので、そこまでペーパーオウズが上がってたんじゃないかなっていう。とりあえずは水流れてくれるので、お部屋打ちきれいにしてから、また外回り一周きれいにするような感じでやっていきます。もうね、全体の清掃した時に何もなかったので通水確認します。若干なんか引き込むような音はしますけど、多分これは元からじゃないかなとは思うんですよね。ちゃんと風水も上がってきてるので良さそうですね。根っこがひどかった最終マスの状況確認をしておきます。最初と比べてね、かなり綺麗になってますね。最初はね、インバートって呼ばれるこの溝が見れないぐらい根っこで覆われてたんですけども、綺麗になりましたね。根っこが入りやすいのはこの段々になってる重ねたところなんだよね。その隙間から根っこが入ってきやすいんですよ。
簡単に言えばコンクリートブロックを重ねているようなものなので、やっぱその隙間っていうのは、まあ、ネジって呼ばれるところが一番弱くて根っこが入りやすいっていう感じです。隠れてた排水マスの状況も確認しておきます。もうね、作業終わった時は真っ暗だったのでライトで照らしながら見てる感じです。暗くなっちゃうとね、どうしてもこう土を掘るような作業になったりするので、怪我とか周りを汚しても気づけなかったりするんですよね。なので明るいうちからやらなきゃいけないって思います。結局今回は隠れマスが4つあった感じですね。ここは最後の最後に気づいた隠れマスのところですね。最後に回収した根っこの状況を見てみましょうか。お客様がもう袋詰めしてくれてた状態なので、その状態で見てみます。結構あって、このバケツにもたんまり入ってるのかなと思って開けてみると、こっちは空ですね。で、これが全部マスの中にいた根っこかって言われると、植栽の葉っぱとかも含まれてるので、全部が全部じゃないんですけど、過去最大ぐらいの根の排水詰まりでしたね。お疲れ様でした。